バイクロケ、やっと来ました。本当は3週前ぐらいにやるはずだったロケです。2週連続で金曜日が雨でございまして、ようやく再々延期でようやく今日ロケができます。そしたらピンポイントでこんな声でございます。すいません、酒焼けみたいな声してるよね。はい、というわけで今日来たのが BMW さんでございます。おしゃれ、おしゃれだし広い、憧れですよね。スタイリッシュだし、まあでもクラシカルなものもあるし、もうなんといってもこのロゴもう飛躍しますよね。かっこよくて、これは乗ってみたかったんですよ、 BMW のバイクは。ただ怖いっすね、これ目の前にするともうむっちゃくちゃかっこいいんだけど、もうあの排気量いくつですかって聞く前にもうこれデデンって書いてあるぐらい1800なんですよ。多分ね、1800って私今まで乗ったことないかもしれない。史上最大排気量かも、今まで乗る中で。楽しみだけどちょっと怖い。自動ドアがね、こう開くんですよ、こう開くんですよ。いやすごい、転がっていきたいぐらい遠くまで続いた廊下、廊下っていうか道、すごい。ここにもう BMW の車がずらっと並んでおりますね。いかつ、かっこよ。こちらでございます。言葉失っちゃうね。いやちょっと圧が、あの、なんでしょうね、いつも以上にヘッドライトが視線に感じますね。すごいね。こんにちは、お世話になります。お疲れです、よろしくお願いします。すいません、すごい迫力ですね、置いてあるだけでね。ありがとうございます。いやかっこいい。何台ぐらいあるのかしら、今ここに。何台ぐらいですか。35台ぐらいですね。15台、はい、一番排気量小さいのでどれぐらいですか。一番小さいのですか、はあ、こちらが3台、これぐらいか。あ、そうなんですね。あ、中型で見えるものもあるんですね。ここよ、まかなっていくか。あ、本当ですか。これは何という、 G310R。かっこよ、もうなんか震えるわ。あー、すごい。あ、でも意外と足つく、うん、なんかもっとバレエのトーシューズですかぐらいなのかと思ったら、意外とちゃんとこう両足いっぱい、もうペタンではないけどしっかり安定するぐらいにはつく。いやー、かっこいい。薄めで見たらガンダムじゃないですか。ガンダムトランスフォームしたらこれになるんですかね。かっこいいですよね。大島これ乗ってたらちょっといかついっすね。いかついっすね。あ、ビッグスクーター系も結構あるんだ。え、足つく。どういうこと。足、ここに足持ってて運転するのは分かる。意外に。はい、ああ、そっか、ここだけこうくり抜かれているようなデザインなので、信号待ちとかするときはちょっと前で下げていただいて、ね、長く乗るときは後ろで背もたれついてゆっくり、はいはいはい、確かに椅子がだからこうちょっと長い感じになってるのはそういうことなんですね。そうですね。ビッグスクーター全然乗ったことない。これの、すごいわ。あれ、ガンダムですね。すごいガンダム。変身そうガンダムですとは言えないとは思うんですけど、ちょっとすごいガンダムっぽいなと。冒頭に紹介したこちら R18 1800cc、 おいくらかちょっと見てみようかな。
300だぜ。これから300万に乗るのか。めちゃくちゃかっこいいですね、これ。これめちゃくちゃかっこいいですね。シルバーのバッグめっちゃかっこいい。これかっこいい、めっちゃ。びっくりした。フロントのカウルついてるとなんか一気にイカつくないですか。イカついてかなんか。これすごいですね。車より存在感が昔であるネタに画面がついてて、ここで暮らせる感じ。あ、すごい。携帯置けんの？こう、そういうこと？違うのかな。でもこれの平たいけど、これどういうことだ。これなんですか。あ、これは押していただくと、はい、パカッと開いて、おスマートフォンが、あ、ここに収納できる。そうですね、収納できて、で一応充電もできる。あ、すごい。はあ。一応あの、はい、熱くなりすぎないようにファンがついてて、はいはい、入荷です。なるほど。あ、なんかこう連動するとかではなく収納する感じですか。そうですね。あとあのスマホと Bluetooth で車体連動させてもらって、あの、元だったらアプリが入っていれば、ナビゲーションとか、音楽を聴けたり、電話をしたりとか、そういったこともできます。なるほど。快適。私、絶対ナビないと、どこ走ってるかわかんなくなるから、ね、ナビは欲しいんだけど、ここまで大きくないと、やっぱりそこまでのシステムはなかなか得られない。あ、日本語足につきたい。もう家ですね。もうなんか自分のスペース確保できてる感じがして、もうなんか快適でリラックスしますが、ここまででかいともうなんか立ちこけとかいうあれじゃないですもんね。これをこけさせたらもう大事故ですね。スピーカーとメーカー画面でしょ、これ。え、音楽ボコボコ出しながら走るってことですよね。おー、いいですね。いいですね。いかついですね。ちょっと想像したら大声で歌いながら走りたいですね、音楽かけて。むしろ本当買うんだったらこれぐらいの買っちゃった方がいい気がしてきたけど、高いしどこ置くんだったし、これ多分バイク置き場じゃないですよね。もう無理ですよね、これ。これも駐車場ですよね。駐車場なんならちゃんと本当ね、ガレージに入れないとこれダメですね。いやマジで本当になんかこう子供自立して趣味なくなったら私こういうの買いたいなと思うな。まあ、あとはお金の問題もあるけど、遠くまで走ってってみたいですね。いや、なんかこういうタイプ今まで、まあそれこそハーレーとかインディアンとかでも見てきましたけど、こんなに走ってるとこ自分まで想像するの初めてかもしれない。なんだろう、40が近づいてちょっとなんかマインドが変わってんですかね。タイプ買ってる人いなくないですか。ね、まあ街乗りには向かないですもんね、どう考えてもね。もうなんかとりあえずこのいかついのが並んでる時点で相当私は圧倒されてるんですけど、はい、これでお疲れ様でしたって帰るわけにはいかないので、はい、いよいよ試乗させてもらいます。大丈夫かな。大丈夫です、大丈夫です。すごい楽しみです。R90。 イエーイ、楽しい。
すごいなこれ。